はい、では始めていきますね。最初麻酔の注射チクッとしますよ。あ、そういえば音楽止まってる。大丈夫。いつも高橋クリニックではBGM を流してるんですね。洋楽とか。この間目頭切開の手術するときにその BGM が流れてたら、誰かがそれを通報して削除されてしまいましたので、その後音を消して音なし動画をまたアップしました。ただそれだけです。はい、麻酔の目薬と麻酔のクリームをあらかじめしているので、麻酔のお注射してもですね、そんなに痛くないです。チクッとしますよ。でもね、まぶたの裏注射するって聞くと患者さんびっくりしちゃう人が多いんですけれど、実際には麻酔の 目薬をしてからやってるから、そんなに痛みはありません。はい、麻酔おしまい。OK、まだちょっと待って。で、麻酔の中に血管収縮剤が入っているので、それが数分でよく効いてきます。それがよく効いてから糸を通して入れます。普段僕手術する時ってほとんどこうやって喋らないでやるんですけれど、今だけ解説しながらやってます。でも基本的に局所麻酔の手術が多いんで、もし患者さん手術中に僕とおしゃべりしたかったらおしゃべり OK です。ちょっと待ってね。基本的に高須クリニックはですね、手術中死後禁止です。なので手術中に職員がペチャペチャしゃべってるってことはですねありませんので、はい、大丈夫です。大丈夫だよね。はい、やっぱり手術中に職員がペチャペチャ喋ってると気分もちろん悪いと思うんですよね、患者さん。はい、では行きましょうか。はい、基本的に高須クリニックの埋没法は虚筋法ではなくて腱板法でやってますね。で、まあ、糸を裏側で通すときに、まあ、まぶたの裏に糸が出ないように、最終的にはこう結んで、表の糸が全部食い込んで、表に出ないようにしてますので、まぶたの裏に糸が出ないというやり方でやっております。まあ、虚筋法と腱板法どちらがいいかっていうと医者の意見が分かれるところなんですけど、やっぱり総合的に見ると腱板法の方が優れていることが多いです。まあ、虚筋法のデメリットとしては、糸が緩んで戻りやすいとか、虚筋のところを締め付けて
まあ、術後に遺伝性の眼瞼下垂になるとか、あと必要以上に腫れが出てしまう、腫れが引くのに時間がかかるとか、まあ、そういったデメリットがありますので、基本的に高須クリニックでは鍵盤法でやっております。はい、こっち側行きましょう。まあ、この方法は片目につき1本の糸をループ状で止めてるんで、まあ、この2点で止まって、その間が無数の点で止まる方法、まあ、線で止まる方法です。だからリスクが低くて取れにくい方法です。よくよその美容外科でやってる1点止めとか2点止め3点止めとか、そういう方法とは違うわけですね。やっぱり何点止めって言ってたくさんの点で止める方法だと、それだけ糸をたくさん入れないといけないので、まぶたの中に異物が残ってしまうわけですね。基本的に異物をたくさん残さないように取れない二重を作るっていうのがいいので、この1本の糸でループ状に留める方法が優れていると思います。なのでこれは料金9万4500円です。よくそのよそだと点の数が増えれば増えるだけお金が増えると、料金がかかるからそのどんどん料金が高くなってしまうんですけど、うちはシンプルにこの方法を9万4500円でやっております。あとは糸を結んでおしまいです。これ糸を強く結ぶか弱く結ぶかってとこなんですけど、弱く結んじゃえば腫れはほとんど出ないんですけど、弱すぎると糸が緩んで戻りやすいので、ある程度強く結ばないといけないですね。だから埋没法は腫れなければいいというものではなくて、やっぱりちょっと腫れるぐらいのことをしないとすぐ戻っちゃうということです。はい、これでおしまいです。手術した直後は糸を止めたところがくぼんでるんですけど、これは腫れが引いていって糸が馴染んでいくと必ず平らになりますから心配いりません。で、ここでしっかりと糸玉を中に沈めておかないと、手術終わってから糸玉がポツッと見えたりとかしてしまうので、上手に糸玉を沈めるように糸を埋め込むのが大事なポイントです。よし、おしまい。じゃあライトどけて、で、はい、目開けて、で、取ってね、うん、今こんな感じですね。で、目しっかり開けてね、うん、まあ腫れてるから二重の幅は予定より広いです。じゃあ
じゃあ一旦おしまい。止めて。